これからちょろっと長瀞を観光してから帰ろうと思います。どこ行こうかな。はい、長瀞ライン下り、これから B コース下ってきます。はい、長瀞ライン下り降りました。行くよライン下り。大丈夫なの？川の交流場所みたい。聞こえるの？あ、そう。でも勢いあってめっちゃ速いです。おー、結構スピード出てるね。あ、怖い。ドカーンと落ちてる。ドカーンと落ちた。崩れた。ちょっとバシャーンってくるぞ。あそこちょっとやばいよ、ちょっとやばいよ、ちょっとやばいよ、おい、なんかジェットさんの絵、ジェットの絵いいな。あれだね、俺の方とジェットさんが、ね、両側楽しめる。はい、怖かった、面白かった。あー、また流れ速い。強かった。あったね、バイバイ。スラ、誰か死んないけど。強いやつ。はい、ライン下り B コース、まもなく終了です。はい、今日の締めはかき氷です。レモンミルク、アサミ冷蔵のかき氷です。すっげーうまい。それ何？アズキミルク。アズキミルク、うん、おー、なんていうか氷のとろけ具合がやばいね。これ美味しいでしょ。3秒。あー、取れなかった。なだれだ、なだれ。これ大人の食い方じゃないよね、これ。あー、雪崩れが発生した。雪崩れってなだれっていうの、緊急事態だ。雪崩れだ。はい、長瀞でかき氷を食べたらもう外は真っ暗です。じゃあ帰りましょう。はい、ということで今日は一日秩父鉄道、秩父とか長瀞近辺で遊びました。もう真っ暗です。ここの長瀞駅で解散します。じゃあまたね、お疲れ様。どこに行ったか分かってる。あっちだ。子供たちはまだ走り回ってるけどね。